イナキオチョアデオルサは、スペインパンプローナ出身の登山家、アルピニストクライマー。名前は、イナキオチョアとも表記される。1967年5月29日、ナバーラ県パンプローナに生まれた。22歳だった1990年に、初の8000メートル海ネとなるカンチェンジュンガの登頂に成功したとする記事がある。異なる記事では、1993年の、 超優が登頂に成功した初の8000メートル海音とされる。2001年にはエベレストの登頂に成功し、8000メートル本ゴザメを制覇した。オチョアは高知山岳ガイドや山岳カメラマンとしても働いた。2004年までは南アメリカのアコンカグアの世界最短時間登頂記録を保持しており、2005年にはシシャパンマの新ルートをソロで登ることに成功した。 オチョアは、その生涯で30回を超えるヒマラヤ山脈への山岳遠征に参加し、また山岳ガイドとして200回を超える山岳遠征に参加した。2006年には、マナソルの登頂に成功し、8000メートルン10座目を制覇した。2008年までに、酸素や酸素タンクの助けを借りずに8000メートルボン、全14座のうち12座に登頂し、長流には2度登頂した。 オチョアは登山への酸素の使用を信じていなかったと語っており、もし君が酸素を使うなら、君はアルピニストではなく、宇宙飛行士か、スキューバダイバーに近いだろうと述べている。2008年までに、ヒマラヤ山脈の山の登頂に30回、8000メートル級の山の登頂に15回挑戦し、8000メートル級の24時間、登頂を成功させたこともあった。2008年5月、 オチョアは、ルーマニア人アルピニストのホリア・コリバサヌをパートナーとして、ヒマラヤ山脈にあるアンナプルナ南北の登頂に挑戦した。頂上の危険な気象条件のために、オチョア隊の二人はアンナプルナの頂上付近での登頂断念を余儀なくされた。オチョアは両手に深刻な頭場を負っており、そのこともまたデュオに登場断念を敷いた。二人の下山途中、 オチョアは衰弱し、キャンプ4付近で発作を起こした。オチョアは突然の病気で動くことができず、二人はそれ以上下山することができなくなった。オチョアは発作のためにハイアノーに損傷を受け、さらに排水種を併発した。オチョアのパートナーであるコリバサルによって、SOS が発された後、オチョアの命を救うための試みが行われた。 前週に起こった雪崩の脅威のために、スイス人登山家のウーリー・ステックは、シモン・はアンター・マッテンとの自身のアンナプルナ・南ンの登頂を断念していた。ステックは緊急医療手当を行うために、オチョアがいる、キャンプ4まで登り、ナバーラ大学病院にいる医師もまた、スペイン・パンプローナからの遠隔操作で、オチョアを助けようとしたが、大雪や高度が全ての救助を不可能とした。 ヘリコプターは5000から6000メートルがホワリングの高度限界であり、またこの高度に対応できる人間も限られるため、一般的に7400メートルの標高では人命救助は不可能とされている。スティックとコリバサヌはオチョアへの応急処置を断念した。オチョアは5日間緊急テントの中で動けずに閉じ込められ、5月23日午前6時45分に死去した。 ディアリオでナバーラ氏によると、オチョアの死因は、排水種の他に、脳障害もあったとされている。家族の要請に従い、オチョアの遺体は、アンナプルナの7400メートル地点に残されている。スポーツ面以外にも、オチョアには達成したい夢があった。8000メートル以上の山々と共に暮らす人々に、恩返しをしたかったのである。オチョアは、カトマンズに、コジーン、パキスタンに、 小児病院、チベット亡命者が住むダラムサラに学校を建設する、資金を調達したいと願ったが、死去するまでにその夢は叶わなかった。しかし、貧しい子供たちを助けるという彼の目標は、イニアキオチョアでオルサ財団 SOS ヒマラヤによって、今日も継続されている。そのスポーツ面での功績に対して、出身地のナバーラ州から、スポーツ功労ゴールドメダルを授与された。また、 アンナプルナでオチョアの救助に参加したすべてのアルピニストにも同様のメダルが贈られている。救助活動に参加したステック、コリバサヌ、デニス・ウルブコ、アレクセイ・ボロトフ、ドンボーイの6人には、その登山家精神を称えて、ピオレドール賞特別賞が授与された。2012年、スペイン人のパブロイラブ、 ミゲルチョ・モリーナ両監督によって、オチョアの救助活動に参加した12人を訪ねたドキュメンタリー映画、アンナプルナ南北7400メートルの男たちが公開された。ステックやコリバサヌ、生前のオチョアを中心とし、ウルブコ、ボロトフ、ボゴモロフ、ボーイ、ニマヌル・シェルパ、ミフネア・ラ・ドゥレスク、アレックス・ガビン、ナンシー・モリンなどの登山家が出演している。 死没地となったアンナプルナ1993年、超流1996年、ガッシャーブルムアイボン1996年、ガッシャーブルムツーボン1999年、ローツェ2001年、エベレスト2003年、ナンガパルバット2003年、ブロードピーク2004年、マカルー2004年、ケイツー2006年、マナスル2006年、シシャパンマ2007年、ダウラギリ。ありがとうございます。